明したってことはめちゃくちゃ痛いから頑張って。では、これはね、新しい、すごく痛いやつ、頑張って。初めてだから今日が一番痛いんですね。あ、そうなる。あ、痛っ。まあ、回数重ねていると痛くならなくなっていく感じなんですけど。痛い。これでもいけるかな。どこ？これがね、腰痛もめちゃめちゃ効果的な場所なんですね。頭が間違えてしまうこと多いんですよ。で、しっかり緩めていきます。で、私がわざわざ説明するってこと。痛いです、頑張ってください。ここ微上筋といいまして、お尻の、筋肉なんですけれども、ここはね、腰痛かなっていうところの原因ですね。痛いですよって念入りにね、確認したのも分かっていただけたかと思います。なので、うちの店は痛すぎてもう二度と来ない方が、痛かったけどめっちゃ効果実感してまた来ますっていう方がどっちかに分かります。後者に行ける、後者に行ける。
校舎だとね、本当に体が楽になっていただけるので。ではね、足ね、またこう曲げさせてもらって、この外側ね、また痛いけど頑張って。左よりましたね。左側よりましたね。痛い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 。こちら側を上にして横向いて寝ていただくことができます。あ、大丈夫です。大丈夫。みんな一緒だから。いいですよ。汗かいてますね。で、お尻の筋肉っていうのはここからここまでくっついてるんですよ。なのでね、ここをねしっかりね緩めてあげるとね効果的に緩んでくれるんですね。そのもうすでに。私がわざわざ説明するってことは痛いってことですか。ここ。これ以上入れないですからね。痛い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 力が入るとそれはね、防御反応っていうもので仕方がないんですよ。足は4方向からなりますよっていうふうに言ってましたから、ここもね、しっかり入れていきます。あ、大丈夫
70% はね、もう筋肉は足についてるので、それをしっかり緩めてあげるとね、やっぱりね、全身緩んでくれるんですね。痛いけど、痛いです。はい、で、足曲げます、開けますね、ここ痛いんじゃない、痛いんじゃない、痛いんじゃないの、運動してないんですけどね。めっちゃ運動してますよ。運動してる気分になるでしょ。スマホ疲れとか、マウスをよく使いたりするとね、この辺がよくたまるんですよ。肩こりにもよく効く場所です。それだけしっかりお仕事をされてたっていうことですね。そんなことないんですけど。そんなことない。そういうことなんですよ。痛いです。知ってます。